さあ、ということで、おお、なんだなんだ。ということで、今からロンドンへまず行きます。乗り継ぎ、その後にオーストリア行っちゃいます。あ、お別れかな、悲しいね。ということでチェックインします。今回ね、ノースってやつなんだよね。ノースどこだ、あのイギリス系の NORSE ってやつ、あった、 C14 ここだ。荷物はね、あの込み込みでプランで入れたので、チェックインじゃなくて普通に持ち込みで10キロまで。よし、ないじゃん、ノース。え、ないじゃん、あれ、ノースがない。 C14 でしょ。あ、ないのこれ。あ、だから並んでんのか。向こう行ってみよう。向こうかもしんない。向こうじゃない、向こうでもないかもしれない。これこっちなかったらまあ並ぶしかないね。今回はね、すごいゆとり持ってきたから、時間的にこんなゆとり持ったの初めてだよ。なんで、あ、アズールがあるけどやっぱないね。このノースね、これです、ノース。じゃあちょっとチェックインしてからまたつなぎます。ということで、改めましてボガチャンネルです。オーランドの空港にやってまいりました。ディズニーグッズとかディズニーストアばっかりある、ほらすごいね。今からロンドンに向かいます。安いんだよ。ノルスっていう、NORSE っていうノルスっていう、航空会社、最近できたばっかりだと思うんだけど、キャンペーンでオーランドからロンドンまで直行便でなんと200ドル3万円です。まあ、最近ドルが155億円いってるから、まあ3万ちょいでも安いね、すごくね。荷物もこのバッグと自分のリュックいけるんで、結構お買い得だった。で、ロンドンで、ちょっとストップオーバーして、その後にロンドンからどこだっけ、オーストリアのウィーンに行きます。丸1日ウィーンに滞在します、一泊します。で、その後に、ウィーンからアルメニアのイェルバンっていう首都かな、アルメニアとか全然行ったことないから、なんか調べたら中東なのかアジアなのか、ヨーロッパに属するのかっていうのは微妙なところなんだけど、まあその辺の国をちょっと行ってレポートしたいと思います。ノープランです。全くプラン考えてません。多分1ヶ月以上かけたいなと思ってます。ずっとそこから東に向かって、力が尽きてから日本に帰るという感じで、ちょいちょいこの YouTube オガチャンネルをアップするので見てください。では行きます。着きました、イングランドです。エリザベスさん、寒い、10度ないんだよね。なんかフロリダからだとかなり大きなギャップを感じるわ。今からパスポートコントロール行って、その後にどうしようかな、7時間もあるから外行くか中でステイするかちょっと考え中です。ではまた。パスポート、へい。いや、すごいわ。何がすごいってさ、日本のパスポート強すぎるわ。普通になんか10秒で終わった。あの E ゲートっていうね、あの自動ドア通って終わり。すごいね。よし、とりあえずどうしようか考えよう。これさ、ロンドンまでさ30分以内って書いてあるけど、30分はいいんだけどさ、そっちさ見て、これこの切符を買うまでの列、これで30分だよ。むしろどういうことよ。ちょっとここだけで時間かかりそうだね、相当な。迷うな。結構早いから行こうかな、これなんかすぐ行けそうだな。今ワンシングルフェア行こうか。あ、いいな、あのブライトン
ブライトンなら時間的に40分で行けるから、あれにしようか。 OK、 ちょっとブライトン南の方だよね。行こう行こう。往復で買います。でオフピークなんで、4時以降に帰っちゃうとまずいんで、4時までに乗ればオフピークの時間で安くなります。4時から5時半とかはラッシュアワーなんで高くなる。これね、これね。だけど往復で13で行きます。ちなみに片道でも13だったから往復の方が安いじゃんっていうこのツッコミどころね、海外のね。よし買いましょう。でキャッシュでも行けるよということで、俺多分キャッシュ残ったっけ、調べてみよう。ということで往復で買いました。往復で 13.4 なんでいくらだ、2000円ぐらい、片道1000円ぐらいです。まあそんな問題ない多分ね。で見るとプラットフォーム7ね、あそこだ、あったから11時45分に、ブライトンへの出発だよね。着くのが何時だ、着くのが出ない、12時18分。あ結構早いね、30分で着きます。なんであと、8分か。 OK 行こう。プラットフォーム7、あれ今7だったよな、今な、あった。よいしょ。あと3分。いいね。よっしゃ。ちょっとね、イギリスはいつも雨とかさ、曇りだから困るよね。気分が落ちるけど、まあいいや。気温も今13度、14度ぐらいなんで、普通にあんな感じの服装で行けます。あ、これ、これ、これか？これじゃないかも。これか。あ、これだ。おしゃー、いいね、オンタイム素晴らしい。アメリカではありえないオンタイム。どこでもいいのかな、とりあえず乗ろうか。 OK 乗ろう、乗っちゃう。乗ったらわかるさ、綺麗だね、トイレもあるし。本当はさ進行方向向きがいいんだよね。なんであれば、ああ進行方向向きで空いてるのないかな。ということで無事に出発しました。見て、曇天、どくもり、さすがいいです。昨日、今アメリカ時間で言ったら6時半とか6時50分かです。眠い。とりあえずロンドンの南の方の空港のガトウィックかで降りたから空港はね。で空港ね、ガトウィックの方がいいです絶対。超空いてる。ロンドンのヒースロー行っちゃうとめっちゃ混むから。でガトウィックから、ロンドン市内まで30分ぐらい行けるんじゃない、車じゃない、電車で30分。なので、そこから今、ガトウィックから下に南に向かってる感じです。ちょっと楽しみなんで、ちょっと世界の車窓からを楽しみます。ブライトンに着きました。結構栄えてるかも。なんかすごい駅が大きい。なんか面白いね、やっぱり英語が違うと面白いね。こっちの方が可愛く聞こえるね。なんだろうな。海近いのかな。なんか海近いって聞いたけど全然なんか町だよね、さっき見たら。ちょっと散策します。12時25分なんで、ガトウィックからほんと30分ぐらいで着くんだね。海が近い風に見えたけど地図ではないのかな。あなんかバスがある。はい、あまだまだだな。どこだ、てかなんだ、
あでも素敵、ほら見て、おおいいじゃん、なんかいい感じなんで、ちょっとカフェでも入ってゆっくりしようかな。あーいい、ああった、海っぽいぞ、相当遠くだけど、あれあれあれ一番、あっぽいな、まっすぐ行ったところぽいな、行ってみよう。あなんかこのバーとか素敵、ほら海が見えてきました、いいね。てかあれだ、イギリスだからさ左側通行だわ、すごいなんか日本と一緒なんだけど、最近日本にいなかったからすごい新鮮。ということで海着きました、見事な曇天、すごいね。そして特にアクティビティなさそうだね。あ海って言っても砂浜じゃない、石っぽい、あある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 、いっぱいあるわアクティビティ、ほらなんかありそう、いいね、ちょっと降りてみよう か、これ重いんだよねこれ、なんかさ置く場所探したんだけどさなかったね、ロッカーとかそんな時間もなかったしな。あーいいじゃん、全然、あよいよい、なんかレストランとかあるある、普通にちょっとブライトン想像以上に良い、曇天でも良い、駅から歩いて10分ぐらいかな、15分ぐらいか、ゆっくり歩いて、あなんか展望台みたいなのもある、ほらほら、いい意味で期待を裏切ってくれました、いい感じ。うるさいねあなた、あなたうるさいね。あ向こうにもなんかメリーゴーランドみたいなのあるよ、夏とかいいかもねこれね、ちょっとテンション上がってきたぞ、時差ボケ寝不足でしんどかったけど、あいいじゃない。ということでブライトン皆さんもし時間があれば日帰りでもうすぐです、ロンドンのガトウィックから30分、多分ヒースロー空港からでもおそらく1時間以内で来られるはず、まあ、いなんで皆さんぜひ来てください、できれば今4月の下旬だけど、できれば来月とか再来月の方がいいかもしれません、ちょっと寒い、あー食おうかな、あーみんな、あー美味しそう、あ、カレー上手、見てめっちゃうまいね、いいね、なんか雰囲気がいいよ、ここカレーもだな、きっとお土産もね、いっぱいあるしね、結構観光地化してるんだね、うん、いいじゃない、ブライトン、ブライトンいいじゃない、ブライトン、ちなみに遊園地はねブライトンピアだってよ、ブライトンピアっていう場所にある遊園地で、なんかレストランもあるらしいよ今調べたら、なんでぜひ行ってください、僕は行きません。さあビール飲もう、マジでフライト前にビール飲みます、ということで昼間からビールをいただきます、乾杯、うまいな。とりあえずこの後の予定ですが、チケットもう一個取って飛行機ね、ロンドン今日夜発、あと6時間後かな、夜発で、そのまま2時間でオーストリアのウィーンに行きます、でウィーンは乗り継ぎで23時間、待ちなので、そこでちょっと待ちに行って一泊してから朝街に行く感じかな、丸々一日ウィーンで遊んで、
観光して、で夜の便で今回の目的である、中央アジアね、言ってみたらね、アルメニアとかアゼルバイジャンとかジョージアとか、あとはできればイラン、トゥークメニスタンとかスタン系、スタン、アフガニスタン、アフガニスタン無理か、行きたいと思います。わお、Thank you so much。 Thanks。 こんな感じです。これがカニね、クラブ。こんなにいい、たくさん来ると思わなかった。すごいね、まあ、結構安いかも。これでなんか感覚が鈍るよね。アメリカドルで稼いでるから。でもここイギリスだからポンドじゃん。さっき俺往復で 13. 何歩だったから2000円ぐらいだなと思ったら、これポンドだったから2600円ぐらいだね、多分ね。2500円ぐらいか、往復。まあそんなもんか。で今回はこのフラブカクテルっていうのが、7.98 だから、あ、1500円か、そんなもんだな。これ1500円です。あぶれ、アメリカと同じくらいで、ビールが 5.9 だから、日本で言ったら590円なんだけど、5.9 だから、これビールだけで1100円ぐらい。まあそんなもんだなってなってきた感覚が。もうやばいね、円安ね。うまい。でラッキーなことに僕はたまたまアメリカの大学で就職決まったから、去年で、アメドルで米ドルでもらってるんで、それがまあラッキーだったけど、多分日本円で普通にもらってたら、日本で働いて、多分これ見て超高いと思うんだろうね。まあ高いけど、そんな感じです。一口だけ食べてからちょっとレポート終わります。でこれおしゃれだね、ほらカニ、なんかいい感じ。あ、ちょっと、あ、まずはレモンなしでいこうか。ピスタチオね、これ。マジうまい。めっちゃうまいじゃん。あ、ここに乗せろってことね。ね。うん。うまい。イギリスやるじゃん。うまいです。で、レモンかけたらもっとうまい。かけなくてもうまかったの、全然な。って感じで、今回の目的は、旅の目的は、今のイギリス、ロンドンと、ロンドンっていうか、まあ、ここと、明日の、今日から明日にかけてのウィーンはおまけです。その後のアルメニアから全てが始まるということで、お楽しみに。いただきます。またねー。うん、美味しいよ。カフェ超素敵だから入ったけどさ、すごいいいわ。めっちゃなんか手の込んでる作りだし、あれもおしゃれだね。ジャパニーズブラックもあるけど、すごい。名前なんだっけこれ、カフェの名前。カフェの名前なんだ。カフェの名前はね、なんだ、あった、ワークショップだってよ。さすが、いい感じの名前だね。待ちます。久しぶりにホットチョコレートを食べました。ワクワク、いきます。なんかすごい丸い作りも、なんかすごいね、これ見て、良くない？甘っ。でも美味しい、甘いけど濃厚だから美味しい。あ、うまいね。温まる、外寒いからさ、温まるわ。うん、あ、温まる、良い、良い感じ。これさ、いいところがさ、下にさ、こう穴が開いてるから、ここが刺さって、ここにね刺さって固定できるの。ほら、運ぶときもさ、すごいいい、これ
めっちゃいいアイデアだね。どこのブランドだろう。どここれ、何語、メイドインチャイナって書いてあるけど、ヒュスケ、ヒュスケっていう、フスケかが中国に依頼してるってことか。すごいね、これいい感じ。で、ちょっとシェアしたいのがこのウィズエアね。ウィズエアで、まあ、超格安航空券なんで安いんです。まあ、多分3万ぐらいで行けるんだけど、3万安いんだけど、ちょっと注意点があります。まずバッグね、これ10キロです。なんで10キロ以内にするということで、このバッグも多分お金払ってんだよね。60ドルぐらい払ってるはずなんで、バッグだけで1万円ぐらい払ってるはずです。だ、航空券が2万で、バッグが1万です。プラス今びっくりしたんだけど、チェックインをここでやると、インパーソンでここでやると43ポンド取られます。つまり8000円ぐらい取られます。なので3時間前までにオンライン、しかもアプリをダウンロードしてオンラインで、チェックインすれば OK、 無料なの。でもそれが知らないとさ、分かんないよね。で、知らなかったから、もちろんで、たまたま3時間半だから、あと30分あるからやればって言われてやったけど、これほとんどの人厳しいんじゃないの。だから行ってさ、ここでチェックインしたら43ポンドって言われるんだよ。ちょっと皆さん、そんな感じでもしウィズエアを使う人がいたら気をつけてください。オンラインはアプリをダウンロードしてあらかじめやるということです。ではまた会いましょう。後で、明日、分かりませんが、行ってきます。今チェックインしたけど、7時25分のビエナね、はい、遅れます。 Delay to 2020。 まあしょうがないね。着くのもう夜中過ぎだね。まあ着いて今日は寝るだけです。あ、なんだ、会議か。よし、しょうがないな、ゆっくりしよう。